発の野上から1回の裏、中村のこのサードゴロ、林崎エラーするんですが、その後ツーアウト3塁となります。で、イレコはショートフライで先制点トレス。2回の表、先発は大隣、中6日できました。ワンアウトランナーなしでメヒアレフト前のヒット。ただここは秋山をレフトフライ、さらに木村を見逃しの三振、先制点を許しません。3回の表、ツーアウトランナー2塁1塁で大隣、浅村をライトフライでここも抑えてきます。で、3回の裏、この回先頭バッターの細川、レフトスタンドへ第5号のソロホームランでホークス先制1対0。さらにツーアウトランナー3塁2塁といって、まあ、その前にワンアウトランナー3塁2塁で取れませんでしたよね、斉藤さん。そうですね、結局振り返ってみるとここで1点でも2点でももう取っておけばですね、試合展開変わってきましたよね。で、4回表ワンアウトです。ランナーなしからレフトスタンドにホームランキング争いトップとなる30号のソロホームラン、これで1対1の同点。で、4回の裏、ツーアウト1塁でセカンドを襲った打球、これが右中間、スタートを切っていた柳田、チョークホームイン。勝ち越して2対1の後、5回の表ワンアウトランナー3塁から栗山のレフトへの犠牲フライ、2対2の同点に追いつきます。さらに6回の裏、ワンアウトランナー1塁、吉村サードゴロでダブルプレー、この回は3人で攻撃終了。で、7回の表ノーアウト2塁で林崎がバントを失敗して隅田に戻れずタッチアウト。ただその後林崎がヒットを放って、これでファーストゴロ、ワンアウト一塁でダブルプレー。7回の表まで大隣が2失点で投げ切りました。で、7回の裏、先頭バッターの松田、左中間に15号のソロホームランで3対2、これで勝ち越して、さあ勝利の方程式でいけるかなと思ったんです、斉藤さん。そうですね、もう逃げ切り体制に入れるかなって感じでしたけどね。ノーアウトランナー2塁1塁で中村剛也2点タイムリーツーベースでライオンズ4対3と逆転。さらにノーアウトランナー1塁3塁でこの秋山のセカンドゴロ、警察崩れの間に3塁ランナーホームインで5対3。さらに9回の表ノーアウト満塁、岩崎からキム・ミヨンに代わって浅村のレフトへの犠牲フライ、これでもうダメ押しと思える6点目を取りました。6対39回の裏はクローザーの高橋です。最後は松田を内野ゴロに仕留めて6対3。ホークスの5連勝はなりませんでした。